ああ、はい。あの、カヌーさんな。もしかしたら、この会場にそれ言うとこもだよ。ビニール入れをお願いしていいですか。分かりました。はい。この時俺、23時ちょっと困るんで、悪いよ、なんか、あの、今回、いや、あの、4組の方、うち5部しか来てへんの、どれになったの、言われたかいね。まあ、5、6部も残ってましたかいね、それは、足らんとこありますね、今日ね。はい、はい。また、ギギって言う。やりますわ、たぶんその数で間違ってまだそうか、あの、組長さんの言い方テリタリで変になるな、ありました、はい、やろうか、うん、この斜めはね、品数紙は、あの、ね、あれするからなんで、うん、はい、見たいから、はい、最後これも即時変えたんですよ、これさ、20万古いやつが最近まで置いてやってるけど、全部ほかったけどね。いずれ終わり？終わった、黄色。黄色、はい。これがティッシュボックス。え？こういう形で。ティッシュ。はいはい。ティッシュ。あの、これの閉じまりあるでしょ。ネジの代わりに。ネジ締まりとか。はい、これで。これと、両面コルクボード。つなげるようにね。アイデアです。両面。うん、コルクボード。これ見るね。こんな会議所の建設費とかね。あ、クリアマグネットクリップ。クリア。こんな感じです。それで19。はい、あの寄付もらったんとかね。マグネットクリップ。うん、マグネットクリップ。この名じゃ書いてますよ。こんなのほかせないから置いてますけども。はい。で、次、ウソニトリ。はい。キングウェイ。熱臭ケース。キングウェイみたいな、これが、はい、でスライダー付きクリアパック、なんかこれとよう似た時代でしょ、スライダー付きクリアパック、クリアパック、パックでカラー水性ペン、何円の時代やから、おそらく昭和の係かね、はい、だから普通こんだけの古い町内やから、僕らが言われてこれ20な、昔の古地図があるはずやね、絶対に明治時代とか江戸時代のね、ピンク、あの12インチカラー、右から書いてるもんな、それだけでも、数はどうすんの、それと明るい色の数はどれすんの、何でもいいじゃん、それが数は何もすんの、景品の数に合わせた方がいいの、こんな入れる玉の数だ、後ろに来たから、去年の数の3号線でもええねんな、数、赤と黒の色の玉の数、大正15年ですか、明治ですよね、明治の構えめど、その入れる剣がそれ持ってなかったらダメやろ、ということはこれはお祭りの日、あのこっちで使える剣、昔は有志15であって、うん、その数入れとかへんかったら、明治の時にってこと、土日に変えてもらった、足らなくなるから、まあ、みんな、はい、でそんな自分はあのみんなどことも、あのサラリーマンでもそういうことを気づかされたわけです、いつか休ませてほしいと、まあ、なんやねん、いや町内の祭りやねん、そらしゃないな言うてもらえた時代です、ところがだん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 もうそれはね、大阪の岸和田祭りみたいな大きな祭りであればいいけど、ここらのもう単なる祭りやったら町内の祭りやねん、上司に、まあ、青川何喜んで言うてんねんって言われるよね、時代になってきて、カラボールだけね、白は、そうやそうや、カラボール、これ終わり、うん、これ終わり、あとこれと赤だけ、ちょっとやってもらって、こうてんのかな、これ30個入ってる、ただ、これが1個入ってる、ここに入れてください、はい、綺麗なの、はい、去年も上から貼って、持ってってあげて、ポスター書きました、これだけ向いて帰りに行くので、これだけ人が書いてるやろ、お疲れ様でした、お疲れ様です、失礼します、お疲れ様です、お疲れ様です、結局ギリギリになりました、ありません。大丈夫です。水も出てますんで。ありがとうございます。はいはい。あ、すいません。ありがとうございます。
つけて、外しやすさつけて、ほんまにもう。いや、どれで。ですか。夕方です。ああ、なるほど。将来の会社で。どこで、あ、え、どこにあるんですか、この金魚すくい。この一応通りを向こうへ、はい、あの東へ行ってもらって、はい、細い路地、一つ二つ目の路地を入ってきますよね。大通り出て。大通り出て。二つ目。二つ目の細い路地。はい。言うたら北向け。はい。で、入ってもらったら、五六十メートル行ったほどの、左側。会場。町内会の。あ、そうです。提灯釣りますわ、当日は。あ、そうですか。はい、あなるほど。今そうですか。今度ちゃうわ。2週間後か。2週間後ですわ。そうですね。また寄ってください。はい、はい。Thank you.